今日は高影公ゆかりの山へ登るよ。あれちょっと店長さん、メガネちょっと取ってもらっていいですかね。佐竹くん、どこに来てるの。いや、ちょっと僕、似てません。ちょっと似てるけど、今日は山登りよね。そう、山登りの前に立ち寄りました。おむすび屋キッチンカバ、お弁当の調達にやってきたんです。おむすびはやっぱり何と言ってもタコ飯でしょ。タコ飯、いやさすが三原ですね。タコすげー入ってるじゃないですか。どうぞ。こんな感じになりますけど。いや美味しそう。いやこれいただきます。はい、三原部のお弁当、私も食べたい。どうも。さあ、登山道の入り口にやってきました。今日登る山はどちらにあるんですかね。うん、これですよ。あれ、いやちょっと思ってたよりもかなり、ちょっとこの急に不安になってきたよ。佐竹くん大丈夫？不安。今日目指すのは、この春俗日本百名城に選ばれた新高山城の跡。小早川高影公は三原城に移る前にここを本拠としていたんです。今では山歩きコースとしても人気なんですよ。さあ、着いたかな。京信寺跡といってお寺の跡になります。お寺の跡。ここは1577年小早川の菩提寺として建てられました。こちらの方は当時の瓦ですね。当時の瓦、瓦なんですかこれ。当時の。うわ、刀で切った傷がある。違いますかねこれ。違う違う。高影もここ通ったんですか。通ってますね。高影公もここ。興奮しますね。お、さあ、これが本丸ですね。おお、すごいでしょ。あー、すごい広い。昔はこの木がなかったから、もう何もない広さですから。お城があったんだ。うわー、どうです、すごいでしょ。うわー、すごい。この上に立派な建物があって、ここに、そこからもう24時間ずっと見張りをしながら。はあ、ここに立つと三原の歴史感じますね。さあ、次回の三原部は夜の三原スポットを満喫します。